欧州奥元シワン、今日はいつもカバンに中に入って練習の時に行く時にカバンの中に入っているものを紹介したいと思います。いつも練習中に飲むアミノバイタルプロと、あとドリンクの粉ゴールド、これは練習に欠かせなくて練習外でも欠かせないものです。これは、まあ、いつもは入ってないんですけど2017年の世界選手権の金メダルです。で、最後にNo. 2016年のリオの銅メダル持ってきました。今日はかけるの久々。かけられた瞬間はもう悔しすぎて、でも表彰台って本当にチャンピオンのためにあるもので、主役はチャンピオン、それ以外はもう本当脇役というか、だからもうこの悔しい思いをもう忘れないようにかみしめようと思って、まあ、すごいやっぱり頂点に立ちたかったなっていう思いを表彰台の上ではずっと感じてました。グラスゴーです。まあ、この金メダルっていうのは、まあ、世界チャンピオンになった金メダルで、本当世界チャンピオンになりたくてなりたくて、あの苦しで決勝あの苦しい戦い、長い試合をして、でもこの金メダルを譲りたくないっていう私の強い思いで勝ち取れた金メダルだったので本当に嬉しかったですし、うん、でも全然満足することはなくて、まあ、リオから東京で絶対頂点に立って君が代を流すっていうことをしたいって強く思った時に、まあ、世界選手権は優勝した人の国歌が流れるということで「君が代」があの表彰台で流れて、その時にすごくもう一回これを東京でやりたいなっていうのを改めてこう強く思いました。はい、これからもいろんな大会が続いていろいろ大きい大会があるんですけど、でも私が今目指しているのは東京オリンピックなので、東京オリンピックでいい色のメダルをかけれるように頑張ります。たくさんの熱い応援をよろしくお願いします。